さあインスタライブに切り替えました。先ほどはですねちょっと CL でキャス配信をしてまして、で CL をもう1日2回やったのでちょっと久々にインスタライブをしたいなと思って。めっちゃ久々じゃないですかインスタライブ。いつぶりだろうな。結構久々にやります。今ちょっと撮影の空き時間でですね、結構空くんすよ。なんでちょっと時間つぶしに付き合ってください。でも外雨じゃないですか。だからもうずっとこの車内待機というか車で待機するしかなくて、でもう全くこんな開くと思ってなかったんで、全くその何ですか、待ち時間、時間潰す道具を持ってきてなくて、ちょっと皆さんが頼りというか、レイワーズ助けてください、僕の暇つぶしというか空き時間のこの何していいか分かんない感を。宮城2日間楽しすぎました。ありがとうございます。今週末はもう広島ですね。楽しみ。喋ろう喋ろう。ありがとうございます。ジンくんもキャス配信に16人もいるから時間空くんで暇つぶしにって、あ、やっぱそうだよね。そう、今日はもう16人で1人ずつ撮影があって、で僕が一番最後なんですよ。でそれでめちゃくちゃ暇です。時間がね16人もいるから押したりもするしね。さあ皆さん、あ、そうだ、ツーショットもありがとうございました。小説選択が10月に出版されるんですけども、ライブで特典でツーショットを撮れる企画がありまして、めっちゃ恥ずかしいんですけどなかなかね撮らないから。でもありがとうございます。小説も楽しみにしててください。結構ちゃんと面白いですよ。なんかまああらすじはもう出てるんですけど、ざっくりとしたねストーリーが結構お世辞抜きで、もうその自分だからっていう自画自賛とかを抜きにしてめちゃくちゃ凝ってます。だし変にこうタレント本って思われたくないので、なんですか、結構覚悟を決めて書いてるというか、正直びっくりする方も多いと思うんですけど、そのもう冒頭1行目もう1ページ目の1行目が相当ハードな文字から始まってるので、いい意味でこの何ですかね、いつものこのスマイリーな僕のイメージとはちょっとギャップがすごいかもしれないんですけど、結構ハードな内容になってます。楽しみにしていただければ。重い感じ、なんか重くはないけど、そのまあ選択っていうタイトルでまあでテーマとしてはもう人生は選択の連続であるっていう、でその選択っていうのはいい選択もあれば悪い選択もあって、うん、で僕が描きたかったのは選択を間違えてしまった人のまあ何ですかね、選択をかけ間違えた人の末路に見えた希望の光じゃないけど、うん、なんか人間誰しも間違えたりするじゃないですか。で特に今の昨今の時代は一つの失敗
さえも許されない時代というか、まあ、許されないというかそのね、まあ、SNS も普及したりとかいろんなあのことで何ですかね、こうちょっと息苦しいようなあの感じになってるんですけど、なんか僕が伝えたかったのはそこでもなんか失敗しても生きてさえいればやり直せるというか、うん、なんかだから生きてほしいなっていう、希望の光は絶対どこかしらにあるよっていうの、なんで重い、まあ重い話なんですけど、うん、なんか僕はまあどこまで喋ろうかなでもそのなんだろうな、重いけどなんか読み終わった後はスッとなんか前向きというか温かい希望の光じゃないけど、なんか僕はこの本読んで会いたい人に会いに行きたいなって思ってもらえたら最高かなって、うん、なんか結構ジーンと来ると思います、自分で言うのもなんですけど、結構なんだろうな、結構その覚悟決めて書いてるので、変にそのキャピキャピもしてないし、めちゃくちゃ大人な描き方をしてるので、うん、なんか逆にもうその作品と僕は全く別物なんで、翔くんこれ書いてたみたいなのは別に、なしでいいというかもう全く別物だし、僕も想像で描いてるし、うん、でもそこの中に僕の魂は乗っけてるんですけど、まあなんか僕は伝えたいのはそれですね、失敗してもやり直せる、生きてさえいればとかね、絶対空はつながってるんで、日本であろうと海外であろうと、でそういう、うん、だから上を見上げてみたいなね、まあ、ちょっと今どこまで言おうかあれなんですけど、まあ言うてまだ半年後出版なんで、こっから第2弾第3弾といろいろと解禁していくと思います、うん、でもそうっすね、なんか僕なりになんか、うん、メッセージというか伝えたいことをギュッとまとめたような感じです。決して結構その綺麗な言葉だけを並べてもないので、ちょっとショッキングなシーンだったりハードすぎることを書いてたりもするんですけど、まあもう作品として楽しんでいただければ、もうエンターテインメントとして楽しんでくださいです。頑張ろう。登場人物の名前、私の旦那の名前なので変にドキドキします。りょうさん、りょうかな。いろいろとね、発売が近づくと、なんでりょうって名前にしたかとか、まあなんかそのこと細かに。話せるところは話すし、でも逆にもうあとは作品に委ねたいなってところはもう喋らないし、
しようかなと思ってます。彼氏の名前だいいっすね。だいぶ大人になりましたね。確か大人になりましたもうだってナンペになった時17で今27ですからね。10年経ちました。10年だよね。まあ、なるよね。だからあのバトルオブ東京でもネオエグザイルの子とあの一緒にステージ立つんですけど、この前ももう10代の子が結構ねたくさんいて、一回り違う子もいてですね、びっくりですし、だから僕の一個一回り上が健次郎さんなんですよ。多分そうだと思うんですけど、そのだから僕が健次郎さんを見てるのと同じだよな、その年齢的に言うと。そっかと思って、結構一回りってでかいなってめっちゃ思わされました。あの正吉さんとかもですかね、そのびっくりですよね。そっか、一回りの下の子がもういるのかってずっと僕はそのね、キッズダンサーの時からもそうっすけど、なんかずっとなんだろう、若いイメージというか一番後輩なイメージがめちゃくちゃあったんですけど、気づけばそんなかみたいな。だからちゃんとなんか先ほどもあのウルフのギー君と写真撮ったんですけど、あの SNS でお声見てたらなんかお兄さんっぽいねみたいな書かれてますけど、キー君はそんな僕年齢変わんないんですけど、確かになんか、まあ、ランペの中にいるとみんながねこう男らしいしゴツッとしてるんで、なんかそこまで感じなかったけど、確かに大人になったし、なんか男っぽくなったな、もう男っぽくなったっていうか、うん、なんかそう思ったっす。なんかランペから一歩出て写真とか撮ったりすると肌で感じたというか、確かに俺結構ちゃんと大人になったし男になったなって思いました。うん、まあだしね、ちょっと BOT もそうですし、ランペのライブも一番かましていきたいっすね。でもなんか男っぽくなったっすよね。男っぽくなったって言い方が変ですけどね、大人の色気を出してきます。ここから素敵な年の重ね方をできるように。だから BOT の初日だったっけな、その埼玉スーパーアリーナ初日だった気がするんですけど、リクさんの誕生日なんですよ。でリクさんが30の誕生日で、ね、それが重なってるってお話をしてて、そっか、なんかもう不思議な気持ちになりましたし、まあまだそんな年齢のことを気にするの早いですけど、でもなんか男って何ですかね、年の重ね方でそのまあ年とともにかっこいいのその基準じゃないけど変わってくると思うんですよ。今はねただそのなんだろうな、顔がかっこいいとかダンスがうまいとかかっこいいで良いかもしれないけど、やっぱ年重ねてずっとそれかと思うと僕はちょっと違うかなと思って、ちゃんとその
なんだ、社会的貢献だったり、その世の中のために何かをしたりとか、なんかそういう人間性も含めて自分のかっこよさにつながっていくかなと思うんで、なんか自分で言うと、まあ、僕の出身でもある EXPG ってダンススクールがあるんですけど、その EXPG に貢献というか EXPG に恩返しする、だからその僕今その中学生を対象にした EX ジュニアコースっていうあのコースを、まあ、哲也さんにお話しさせてもらってプロデュースの方させてもらってるんですけど、これの作った経緯が、まあ、やっぱ僕もその小学生のキッズダンサーから今ランページになったんですけど、なんかやっぱ中学生ってすごく狭間にいたんですよね。僕もダンスやめようかなと思ってたし、その大人に勝てるわけないじゃんっていうか、その筋力もそうだしダンススキルもってなった時に、なんか今いる、まあ、なんの後世って言ったらちょっと大げさになりすぎてしまうんですけども、なんか僕が経験してきたことをなんか生徒の皆さんになんか少しでもこう伝えて、近道じゃないですけど、なんかそう伝えることによって、なんだろうな、なんか僕からしたらその EXPG に恩返しすることはその LDH の未来を守ることでもあるなって思っていて、やっぱ EXPG が僕ら、まあ、ジュニアエグザイルもネオエグザイルもそうなんですけど、あるからこう LDH と出会えて LDH に所属できてっていうのがあるので、なんか夢の循環のためにも僕はその LDH が大好きだから、その LDH の未来を守るというか、なんかそういうためにはまずそこだなって思ってるので、なんか XPG のみんなにできることはというか感じでございます。継承激アツだったな。お、24カラッツお願いします。ちょっと気合い入れて頑張るんで、やばくないっすか、普通に考えて24カラッツ。胸熱っすね、本当に。24カラッツ子供バージョン出てましたからね、僕とか樹とか翔平とかまこっちゃんもか、やばいっすよね、十何年の月日を経て。でエグザイルさん以外のグループで単体で出すのは LDH 長い歴史の中ですけど初めてのことなので、ランページがこれはね、だから僕らもその先輩方が築き上げてくださった24カラッツというブランドを汚さないためにも、そして継承して新しい世代でさらに進化させていくためにも相当気合い入れて、これからも24カラッツと共に、なんかただ売れるんじゃなく時代を作っていけるようにランページがなりたいなって思ってますね。もう結構ね、もうメンバー一同めちゃくちゃ気合い入ってるんで、ちょっと楽しみにしててください。ですし、まあ僕らが気合入ってるだけでは全然何も意味がなくて、ただ生きりたっていうだけなんですけどまあやっぱそのそこに応援してくださるレイバーズの皆さんの存在がいて、僕らがこう届けられるし、現に、まあ、昨日一昨日もね、宮城でライブさせてもらいましたけど、今回のライブでさらになんかレイバーズとの距離も近まったし、熱狂もなんか大きくなってるなって感じたんですよね。昨日いつきがブログに書いたのかな、このことで。確かになって僕も思ったんですけど、なんか16の時もすごい熱狂でしたけど、なんか今回のライブでこれは僕らとレイバーズだったらなんかまた一つ夢を叶えれるなっていう風に、もう何ですかね、もう肌が感じるというか、
なんですかね、あの熱狂は。本当にレイバーズ皆さんいつもありがとうございます。うん、一緒に夢を叶えましょう。で、夢をやっぱ僕らが叶えた先に、僕らもそのただそのキャーキャー言われたりとか、なんだろうな、もうモテたいとか、もうそんなのもうそういう次元はもうとうに通り越して、やっぱその世の中のためになりたいし、社会貢献をしたいし、僕らがもう10年前とか何者でもなかった時に、ただの少年がこうそれこそドームだったりとか夢を叶えた先に、絶対そのなんだろうな、明るい希望を届けられるというか、エンターテインメントの力を通してなんか確信していて、なんかエグザイルが一時代をこう気づいたように、まあ僕らも現にそのエグザイルを見てこうダンス頑張って、なんかあエグザイルみたいになりたいと思ってずっと駆け抜けてきたし、まあ今も駆け抜けてるんですけど、やっぱそれをランページみたいになりたいみたいな、でランページがこうなんだろう、まっすぐ生きてるじゃないけど、まあ昨今ねいろいろと嘘で重ねたりとか、まあ悪口言ったりとか、なんかいろいろとねあるちょっと生きづらい世の中になってきたかもしれないんですけども、やっぱそこをなんか変な意味じゃなくて、僕らがちゃんとまっすぐの信念を持ってエンターテインメントの力を通して、僕らの言葉でこう僕らのパフォーマンスで僕らの背中で見せていくことが、やっぱりなんだろうな、それが絶対日本を元気にすると思ってるしっていう感じでございます。ちょっと熱く語りすぎました。まだあれだね結構待ち時間あるねこれねよかったレイバーズと配信で一緒に過ごしてて、これレイバーズがいてくれなかったらこの時間ずっとボケーっとしてただけですからね。ありがとうレイバーズ。みんな今何してるんですか？お家？今日月曜か。雨やだな。ご飯、うわやべ、またご飯って見たらまたちょっと腹減ってきた。やめて。そう、さっき CL の方か。で、何ですか、今日の夜ご飯何食べるんですかとか、終わったら何食べよっかなみたいな話してたら、案の定めちゃくちゃ腹減ってきて、で、こっから、インタビュー撮影なんですけど、インタビューの間にお腹が鳴りそう。ぐーって。なので、文字で、食テロを勘弁してください。いやちょっとやべえな、この微妙な時間なんですよね。だからこの現場入りする前は6時前とかだったんで、6時前に夜飯食うのは早いなと思ってて、でもかといって今になると結構お腹空くわけじゃないですか。で
撮影終わってから夜ご飯ってなったら結構また遅くなるわけで、だから微妙なんだよね。食ってから来ればよかったのか。本当は天気が晴れてたらな、この待ち時間にどっか食べに行こっかとか思ったけど、雨だしね。ちょっと移動すか。お呼びがかかりました。あ、シートベルトしよう。ちょっと待ってよ。ちょっと今までね、よいしょ。ではこれから撮影に行ってきます。やっと呼ばれました。では皆さん、素敵な夜を。行ってきます。ありがとうございました。